このツアー、今日はですね2月にプノンペにオープンしたこの渡辺ビルの中にローズウッドホテルって高級ホテルができたみたいなので、そこに向かっているところです。いつもの僕の行動範囲だと2ドルぐらいなんですけど、今日は4ドルって言われたので結構遠いところまで来てる感じなんですけどね、はい、日曜日に夕方なんでねあれですけど、まあ、でも結構人いますね、はい、いろいろ行ってこようと思いますけど、これは結構北の方まで来てるんでですね、街中で、ね、あ、なんか橋の欄干が半年あって、あれ見えるのワット、ワットプノンっていうお寺ですね、あれね、ああで、なんかね、プノンペンやっぱいいとこですね、大きい街ですわ、なんか